どうも皆さんこんにちは、イサフトです。よし、じゃあ続きやっていきましょう。幽霊船探索、出口を探す頃だね。反対側のまずあれを取りに行きたいから。あーすごいね、鏡にもセーブポイント映ってんだ。すげえ細かく作られてんね。で、この階段のところに幽霊がいるんだけど、まあ、ちょっと一旦探索。はい、戻ってきました。一旦向こうは船の外に出て、なんか宝箱を回収だったね。油断したら。で、まあじゃあ上行くか。で、ちょっと待って、パーティーをちょっと変えたいわ。ユーリー、パティは使いたい。ユーリー、リタ、パーティー、エステル。オッケー、これで行きましょう。で、上には、まあ、いるんだよな、見えないけど。はい、終わりで、じゃあこのまま上に行きましょう。まだボスじゃないのか。そろそろボス来てもいいと思うんだけどな。4000ガルド。お、進んだよ、イベントが。何？あ、この人？宝箱を大事そうに持ってるね。なんだろう、急にページがパラパラめくまれる？え、鏡すごいね。ちゃんと衣装も反映されてる。幽霊歴232年、ブルエールの月13。アスール歴もブルエールの月も帝国ができる前の暦ですね。1000年以上も昔か。そんなに。船が漂流して40と5日、水も食料もとうに尽きた。船員も次々と上に倒れる。しかし私は行けない。ヨウムゲンの町にクリアシエルを届けなくては。ヨウムゲンの町にクリアシエルって何？魔物を知り解ける力を持つクリアシエルがあれば町は助かる。あ、シルトブラスティアみたいなものなのか。クリアシエルを例の赤の小箱に収めた。ユイファンにもらった大切な箱だ。ユイファン誰？彼女にももう少しで会える。みんなも救える。でも結局この人は町に帰れず、ここで亡くなってしまわれたんですね。そういうことだね。千年も前の話よ。そんな長い間この船は広い海をさまよっておったのじゃな。寂しいの。僕、ヨウムゲンなんて町聞いたことないな。お初だね。これが本当に千年前の記録なら町だって残ってるかどうか。確かに。まあそうだよな。クリアシエルってのは知らない。魔物を退ける力ね。結界みたいなものじゃないかしら。なんか俺もそんな気がする。その辺にいないか。まあ赤い宝箱を抱えてるからね、おじさん。探してみるのじゃ。もう探してみるって答えそれしかないじゃん。けどちょっと一瞬ね、一瞬裏に扉があったから行こう。え、開かないんだって。あ、怖っ。そして、あ、鏡に幽霊は映ってる。調べる。お、バイキングハット。これは確実にパーティーのでしょう。どこだ、これか。いやー、もうこれはパーティーにつけるしかないね。で、赤い箱だね。ん、これじゃないか。いや、これしかないだろ。なんか大切そうに抱えてるわね。まあ最後の最後までね。クリアシエルかな。日誌に書かれた通りならこれがそうだろうな。おっさん取ってよ。まあおっさん、まあ有利がやるでしょ。何言い出すのよ、まったくこの和光度は。いい年しておっさんは怖がりなのじゃ。いくつぐらいなんだろうね、レイヴンって。そういうパティちゃんはどうなのよ。子供と張り合うなよ、いい年して。でも20後半かな、はい、あ、すごい、ジュディス手ついてるし。ジュディスちゃん大胆だね。呪われちゃうかしら。いい性格してんな。あ、鍵があるね。何？おお、かっこいいじゃん。何が？魔物を引き寄せてるってこと。
え？超かっこよくない？お、出てきた。来ます。何それ、鏡渡り？超かっこいいんだけど。テンション上がるわ。やってやろうぜ、この魔物。スペクタクルズ、さまよう？さまよう、ムクロの強戦士？27レベル。まあ、光が弱点か。まあ、そりゃそうだろうな。まあ、一旦、オーバーリミット。待て、めちゃくちゃ強いんだから。強くね？オーバーリミッツで技をちょっとやっていこう。でバッツを長押し、バーストアーツ。おいふざけんなよバカリタ。おいバカかよ、くそ最悪。まあ、いいや、もう一回オーバーリミッツ。タイミングが悪すぎる。うリタ最悪。もう間に合うか、間に合うか。バッツ長押し、オッケー。あぶねー。で、ああ外したし、しかもフェイタル。やばい、リタちょっとこのか今回においてはマジでいらなすぎるな。まあ、マジ最悪。マジでありえない。くそー。あ、弱いね。楽勝。グレート。何のグレート？なんかカウンターみたいな。わかんないけど。まあ、いいでしょう。オーバーリミッツでやってくんのか。くそー。こちらもオーバーリミッツ。やるじゃん。お、マジか。やるね。ちょっと待って。強い。くそー。オーバーリミッツが無駄になっちまったぜ。あ、待って、ユーリ死んだ。おい、マジかよ。強いね。ちょっと誰か回復させて。ありがとう。危ないぜ。こいつ強いね。あ、やばい。ガード。ちょっと待って、一旦離れて。あ、ありがとう、エステル。素晴らしい。ちょっと待って。あ、混乱しちゃった。これって早く直す方法ないのかな。まあいいか。ミックスでもいいよ、使って。あ、フェイタル逃した。くっそー。ダメか？ガード。離れたなら、走破陣、ガード、走破陣、ちょっと待って、何やってる？オッケー撃破。何だったんだ今の。シークレットミッション。何が原因だったんだ、トリガーがちょっとわかんないな。まあ、なんとか撃破と。あ、みんなレベルアップ。すごい。マジ超かっこいいんだけど、これ。止まった？あ、戻ってったよ。逃げるのじゃ。別にあの化け物と白黒つけなきゃいけないこともないだろう。あの化け物は何がしたかったんだ？勘弁してよ、もう。じゃあ返してあげる？あの人に。あ、あの人の。返した方がいいって。それなの？あの人のなんか具現か？私、そのクリアシエルをヨウムゲンに届けてあげたいです。いや、さすがに今さらだよ。何言い出すのよ。クリアシエル届けをギルドの仕事に加えてもらえないでしょうか。ダメだよ、エステル。基本的に僕たちみたいなちっちゃなギルドは一つの仕事を完了するまで次の仕事は受けないんだ。一つ一つしっかり仕事していくのがギルドの信用につながるからな。どうした、パーティー？またその子の当てもない話でギルドが右往左往するの？ちょっと、あんた他に言い方があるんじゃないの？リタ待って。ごめんなさい、ジュディス。合ってるよ、ジュディスの。この人の思いを届けてあげたい。待っている人に。もうだから、さすがにじゃない、もう千年前だよ。待ってる人っつっても千年も前の話なんだよな。さすがに千年は待ちくたびれるのじゃ。そりゃそうだ。そういうことじゃないと思うんだけど。私が探す、リタ。何がしたいの、エステル。やばくない、さすがに。あんたたちはあんたたちの仕事やりゃいいでしょ。私は勝手にやる。じゃあ僕も付き合うよ。暇なら俺も付き合ってもいいぜ。ちょっとあんたたちは仕事やってりゃいいのよ。どうせ俺たちについてくんだろ。だったら仕事外として少し手伝う分には問題ない。ありがとうございます。ワコードは元気があっていいね。
みんな仲が良いのじゃ。リタネいいの。リタネいいね、その呼び方。私は喜んでなんてないわよ。そうなのかの？どうかした？外になんか煙みたいなのが。違うの、あ、発煙筒か。お、発煙筒か。セロスブラスティア治ったか。じゃあ今の倒したからか。戻ってみようよ。そんなこと言っても来た道戻れなくなっちゃってるわよ。何かいい方法がないか探してみましょう。あー、ベニの小箱。マジか。エステルちょっとバカすぎんか、それは。さすがに。あ、行けるようになってる。あれ、さっき僕がここ調べた時鍵かかってたのに。あ、こっち正解だったか。くっそ、はしごで上行けばよかった。こっから戻れるな。はっはん、呪いが解けたな。最悪だ、探索したかった。バカ言ってないで行くわよ。へへい。よーっしゃ、じゃあ戻るか。どうやって戻るんだろうな。あ、なんかここ戻れそう。ここから下に降りられれば船まですぐなのにな。降りりゃええ。はい。あ、できる女の人。多分こんなこともあるかと思ってこの船の中から持ってきたの。うん、素晴らしい。よし、船に戻ろう。バカっぽい。落とせ、リタ。セロスブラスティアが治ったとなりゃこんなところからはおさらばね。船のセロスブラスティアが治ったわよ。みたいだな。うん、よかったのじゃ。まったく次々トラブルに巻き込まれてここに残ったのが私じゃなかったらあんたたち置いてくわよ。そりゃ悪かった。今後の教訓にするよ。まっセロスブラスティアが壊れてた原因は何だったのかしら。マジでお化けの呪いかな。それが急に動き出したのよね。わけがわからないわ。へえ。呪いってやつ可能性あるよね。きっとアーセルム号の人がクリアシエルを誰かに渡したくて私たちを呼んだんですよ。この子やっぱりちょっとヤバいかもな。あるはずない。死んだ人間の意志が働くなんて。扉は開かなくなる。セロスブラスティアは動かなくなる。呪いっぽいよな。世界は広い。まだまだ人の知恵では分からんことは多いのじゃ。違うったら違うの。あ、かわいそうカロル。なんで僕。それにしてもみんな無事でよかったわよ。うちのボスが無事じゃないけどな。まあそれは別にいいよ。どうしたの。故障の原因は分からんがどっちにしても相当ガタが来とるのじゃ。見ればわかるんだ。ポンコツブラスティアを使っとったらいつか広い海の真ん中でナンパすること必死じゃ。へえ。船絡みだと目端効くのね。そうなの。何よ。わかったわかったわよ。仕方ないわね。港に着いたら慎重してあげる。まあね、そんなナンパ必須の船を渡そうとしてるからね。やったー。さっさと出るわよ。ノードポリカに行くんでしょ。さすがパーティーやるね。そろそろ向かってもらえると私も嬉しいわ。オッケー。称号非科学嫌い。あれがノードポリカね。あ、なんかすげー迷ったわ。うん、別名闘技場都市。闘技場都市。かつては罪人同士を戦わせ貴族たちの熱狂と狂乱を呼んだ。うわ、貴族の遊びしてんな。現在はギルドパレストラーレが闘技場の運営権を持ち市民の娯楽の場となっているです。俺らも参加できんのかなこれ。パレストラーレはね、どんのギルドアルトスコにも匹敵する大きなギルドで。おお。あら綺麗。毎日がお祭り騒ぎってとこか。こりゃいいわ。花火にお祭りにおでん。おでんどっから出した。とってもマッチなのじゃ。おでんはどっから出てきた。パリーパーティー。俺様にも一本。あんたは遊びできてんじゃねえだろ。そうだった。下っ端はつらいの。ドンの使者なんだからベリウスに失礼のないようにね。なんだよ少年、俺様いつも礼をわきまえてるぜ。大勢で旅するのは賑やかそうでいいの。
うるさいだけだっての。おかげで依頼は無事完了よ。約束通り積み荷を下ろしたらフィエルティア号はあなたたちにあげるわ。ついでに整備もよろしくな。やったね、ありがとう、大事にするよ。それでコゴール砂漠ってのはここからまだ遠いのか。あ、そうだ、その目的があったわ。ノードポリカのずっと西ね。ずっと西。でも途中に大きな山があるんじゃなかったっけ。ちょっと歩きじゃ大変そうだな。近くまで船で行けねえか。きっと無理ね、砂漠に行くこと自体珍しいのに船がつけるところがあるとは思えない。まあ探索すりゃいいんじゃねえと思うけどね。行くつもり、前も言ったけど本当に危険なところなのよ。そんなところにあんた行かせるわけには。じゃなくて入港するのじゃ。素直になりなりた、頑張れ。おー、かっこいいな、めっちゃ綺麗だね。闘技場都市、うわー、なんか紋章かっこよ。ノードポリカ、うわーいいね、あの紋章かっこいい。ご苦労様、どうもね。いや、こちらこそどうもね、うん、こちらこそ、大助かりだよ。そうそう、船までくれるなんて、お互い様ってやつだ。すげえいいやつだな。あ、これはカウフマンさん、いつもお世話になっています。またどこかの遺跡発掘、ボス自ら赴くなんて、いつもながら感心するわ。ボス、遺跡発掘は、あ、これ何、私の生きがいですか。なんだっけ、名前忘れちゃった、はい、誰、ルーインズゲート。あ、そう、ルーインズゲート。ルーインズゲート、なんか覚えある。そりゃ帝国魔導士の遺跡発掘をお手伝いしてるギルドだし。うん、それで聞いたことあるのか。では仲間を待たせておりますので、これで。独特な人だな。ねえ、前にホブロブラスティアを売ってるギルドの話をしてたわよね。リヴァイアさんの爪か。そこにブラスティアの横流ししてんのあいつらじゃない。ルーインズゲートは完全に白よ。なんでそう言い切れるんだ。温厚で真面目にコツコツと、それが売りのギルドだからな。寝返ってる可能性だってあるじゃんね。もう行くわね。フィエルティア号大事に使ってあげて。これさ、これ何、ギルドドマルシェが横流ししてるとかある。さすがにそれはないか。徳永の移送は手配しておくわ。徳永の移送って。ああ、ブレイブベスペリア頑張ってね。はい。ああ、同士がブラスティア横流ししてるとか笑えないわね。リタ、ルーインズゲート関わってんのかな。ああ、うん、じゃあうちは行くのじゃ。どこ行くの。どこへ。うちにはうちのやることがあるのじゃ。一緒に旅したいよ。じゃあの、いろいろと世話になったな。うん、こちらこそ、船の操縦ありがとう。それじゃあ達者でな、道中気をつけろ。でも一応設定上パティがいないと船運転できないんだけど、どうすんだろう。こっちはこっちの仕事してきますかね。手紙届けるのよね、ベリウスに。さっさ、僕たちも行ってみようよ。そうだな、フェローのことなんか知ってそうだしな。挨拶がてらおっさんを出しに会ってみようぜ。ダダ漏れで聞こえてるんだが。それにしても挨拶ね。何、なんかあるの。意味深だね。なあ、もう、なんだろう。ベリウスさんはどこにいるのですか。うわ、ドンみたいに剣を合わせろっていう感じかな。パレストラーレのボスだから、闘技場に行けば会えるんじゃないかな。よし、じゃあ一旦今日はここまでにしようか。次回続きやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。